どうも皆さんこんにちは。最近はあまり外に出たくない。どうもゆっくり霊夢です。それは元からだよね。早く遊びに行きやすい世の中になってほしい。ゆっくりマリサだぜ。マリサ私、誘拐されちゃいました。は？どういうことだよ。それは昨晩のことなんだけど、街を歩いていたら一人の男に話しかけられて、お金をくれるって言うからついて行ったんだけど。いや、ついて行ったの？明らかに怪しいよね。まあ、別に何もなかったんですけど。何もなかったのかよ。じゃあなんで誘拐されたんだよ。路地裏で黒ずくめの怪しいやりとりを見たのは違うしなぁ。絶対それだろ。これこの後後ろから無理やり薬飲まされるやつだよね。まあマリサ、もう過去のことはいいから今どうするか考えようよ。いや、よくないだろ。実際に今こうやって誘拐されてるわけだし。やっぱり失敗したことよりもこれからどうするかですよね。まあでも脱出なんてできるのか？周りに何かあるかな？あ、ダイヤキッケルがありましたね。なんでこんなとこにダイヤキッケルがあるんだよ。誘拐した犯人が用意してくれたのかな？そんなわけないだろ。あ、マリサ TNT があるよ。これで爆破して外に出ようよ。いや、普通に爆破したら気づかれるだろ。もっと周りを探索しようぜ。それもそうだね。じゃああっちの部屋に行こうか。あ、チェストがあるよ。スト本が入っているな。一体何に使うんだろうね。マリサ飲んでみてよ。は？いや飲むなって書いてあるとなんか飲みたくなるじゃん。え、マリサちょっと待って。うごごごごごごご。この巣大丈夫だったか？ひどいよマリサ、いきなり飲ませるなんて。いやー、すまんすま。ってなんで幼くなってんだよ。まさかこの薬本物なのか？え、そんなに焦ってどうしたの？なんで声がサガサになってんだよ。ここは鍵が閉まってて入れそうにないね。どこかに部屋の鍵が置いてあるんじゃないか？あ、あそこの鉄扉も鍵がかかっているよ。周りにボタンとかないかな？なさそうだな。あそこのドアから外出れそうじゃないか？それってもう脱出できることない？って脱出だー。いやまだ外に出たわけで脱出ではないだろ。マリサ砂場があるよ。結構広い家なんだな。あ、あの柵から出れそうだよ。鍵がかかってるし、壊せそうもないな。ボタンだ。ここだけ警備が薄いようだ。車で破れるかもしれない、だとよ。車ってこれのことだよね。おそらくな。ガレージの鍵が必要らしいね。この家のどこかにガレージの鍵があるんじゃないか？じゃあさっきの下駄箱にあるんじゃない？やっぱりこういう鍵は玄関の近くに置いてあるよね。確かにな。こういうのは使いやすいように玄関の近くに置くよな。ん、なんか何も入ってなさそうだね。それじゃあ他の場所にあるってことか。あと見てない部屋はあったっけ？ここじゃないか？ここは何の部屋なんだろうね。ここはお風呂っぽいな。ちょっとどう脱出するかお風呂入ってから考えようよ。いや何のんちにお風呂入ってんだよ。さっさと鍵見つけて犯人が帰ってくるまでに脱出するぞ。あ、鍵見つけたよマリサ。もう見つけたのかよ。てかなんでこんなところに鍵があるんだよ。誘拐した犯人は相当用心棒っぽいね。部屋の鍵をお風呂に隠すとか用心棒すぎるだろ。これはどこの鍵なのかな。あっちの部屋っぽいね。お、開いたな。何やってんだよ、早く入れよ。最近太ったのか？いや太ったのはマリ。何か言ったか？何も言ってないです。ここに巣を入れればいいようだね。お、鍵が出てきたな。エレベーターの鍵のようだね。さっきの鍵がかかってるところのじゃないか？開きました。これで2階に行く感じかな。てか家にエレベーターがあるなんて結構金持ちの家なんだな。あ、あそこにボタンがあるよ。押してみようぜ。気が傷んでいる。何かで壊せるかも。じゃあやっぱり拳で壊すでしょ。いやさすがに無理だろ。この部屋には何かあるかな？お、チェストが見えたな。石の柵の下に明らかに隠されているね。これは期待できませんでした。何も入ってなかったのかよ。それじゃあこの部屋には何もなさそうだね。このくぼみとかに何かないのか？うん、何もなさそうだね。違う部屋を探そうか。なんかあるな。ボタン押してみるよ。プラスドライバーで外せそうだ、だとよ。プラスドライバーなんてありましたっけ？おそらく、この家のどこかにあるんじゃないか？この部屋には何かありそうだね。確かに、物がいっぱいあるもんな。チェストには何も入ってないね。一回寝てからどこに鍵があるか考えない？いや寝るなよ。なんでお前犯人の家でくつろげるんだよ。この部屋には特にないらしいですね。他の部屋を探しましょうか。あと入れそうな部屋はここだけだな。ここは物置ですかね。とりあえずチェストを全部確認しようぜ。何も入ってないね。下のかまどはどうかな。何も入ってないな。隙間とかに隠しチェストとかないかな。あ、ダイナマイトがありましたね。このダイナマイトでさっきの木の壁を壊すんじゃないか。確かにいけそうだね。やってみようか。TNT 置けないし、壁壊せないね。TNT を使えばいけると思ったんだけどな。投げてみたらどうだ？その手がありましたね。お、開きましたよ。開いたな。それじゃあチェストを開けますよ。おう頼んだ。木のシャベルが入っていたね。砂が壊せるらしいな。ってことは外の砂場に行く感じかな。そうだな。砂場に来たよ。ここを掘れってことだよな。お、チェストが出てきたよ。じゃあ開けるぞ。プラスドライバーが入っていたね。これで2階のところが開けられるな。でもなんで砂場にプラスドライバーがあるんだろうな。砂場にプラスドライバーは普通でしょ。普通じゃないだろ。プラスドライバーが必要なところまで来ました。これもさっきのように投げればいいのかな。
お、ボタンが押せるようになったな。はい、どこかで何かが開いたようだ。どこが開いたんだろうな。やっぱり2階の何もなかった部屋じゃない？確かに、その可能性はあるな。ちゃんと開いてるね。そうだな。チェストがあるね。じゃあ開けるよ。お、ガレージの鍵が入っているな。これで車を使うことができるね。でもそれ脱出できないか？でも脱出できるじゃん。ガレージまで来ました。ここに鍵を入れればいいのかな。これでガレージが開くのか。お、開きました。さっさと車に乗り込んで脱出しようぜ。それもそうだね。このボタンを押したら。脱出だー。マリサどっか美味しいものでも食べてから帰らない？それもそうだな。その後、車の窃盗で二人が捕まったのは言うまでもない。